ついにフェニックスの力を手に入れたか。エーテルは満ち足り、残るは我が器のみ。我らが汝を消す。愚かな、まだ足掻くというのか。
何が何時をこれほど。そうか、やはりロースとなっていたのだ。人が生命として確立するとは。許さぬ、許さぬぞ。たかが肉の塊が我ら一族と同等になるなど。全てを決めるのは我らのみ。何者であろうと倒すだけだ。フェニックスの力使わせてもらうぞ。ひざまずかせてやる。
かようなことあるはずがない。貴様は自分の弱さを知っていたんだろう。だからこそ世界に抗ったんだ、必死で。そして貴様は恐れた。人が自我を持ったことに。人が弱さを知ったら今度は生き延びるために自分に抗うのではないかと。貴様はただ逃げただけだ。世界からも人からも。器ごときがこの我を語るか。くそyou
ム。生きる道を思いで強く紡がれていく自分を。したような口のざれ言をやめろ。俺は思いを託された。そしてみんなの思いに応えたい。人が人として生きられる場所を作るために、守るために、俺たちがこの世界で自分の意志で生きていくために。人が人の時が終わらせる。そこか。Thank you.
生という究極の幻想を打ち破る。我が消え、神という光が失われた時、どのような世界になるか分からんのか。世は乱れる。これから多くの苦しみと悲しみが溢れるだろう。そう分かっていて立ち向かってきたとは、なぜ。それが人だ。その意味を分からなくても、俺たちは生きたいと願っている。不完全かもしれない。だからこそ誰かとつながりを求め、間違いながらも歩いていく。目の前に広がるこの世界に答えがあると信じて、まっすぐに歩き続けるんだ。一歩また一歩だ。我が消えてもこの世界がある限り、我が生み出した断りが消えることはない。黒に侵され死にゆく世界で覆すことのできぬ因果にもがき苦しめ。